はい。ゆったりぬです。よろしくお願いいたします。本日はですね、仮想通貨についてちょっとお話をしてみたいと思います。えっ、ー、とですね、私も仮想通貨の方、いろんなサイトを駆使して、まあ仮想通貨の方を集めているわけでございます。しかしながらですね、仮想通貨貯めてるのはいいんですけど、それをですね、送らないといけないわけなんですよね。貯めてるけどね。これがね、意外とですね、ビットコインとか貯めてると、 気づかないと思うんですけど、送金するときに手数料ってかかるんですよね。まあもともと仮想通貨のメリットは何かっていうと、金融機関を挟まないから安くできるって話でメリットだとよく言われてるんですが、まあ最近ですね、やはり仮想通貨の方取引する人が徐々にですが増えているわけですよ。で、えー、マイナーさんが減ってくればその分価格が上がるわけですよ。で、 実際、ビットコインでどのくらいかかるかっていうと、えー、ビットコイン残念ながらですね、1万サトシほどかかります。まあ、サトシって何かっていうと、1サトシ、まあ、えー、1億、あ1ビットコインですね、が1億サトシと一緒なんで、まあ、あ 1>, 1億サトシ集めると1ビットコインになるってわけなんですが、まあそれの1万円分のサトシが必要になるわけでございます。まあこれって実際ビットコイン送金するときにかかる手数料でございます。まあいろいろと通していただければ変わるわけなんですが、まあ実際私もやろうかなと思って送金すると1万サトシぐらいかかる話になってるわけですよ。で1万サトシってどのくらいかっていうと、だいたい今、えー、ビットコインが1ビットコインが100万円ぐらいするわけですんで、まあだいたい100円ぐらいかかるわけですよ。まあぶっちゃけそんだけっていう言い方もできなくはないんですけど、 な、コツコツ貯めてると100円分のビットコイン貯めて結構大変なんですよね。やったらわかるんですけどね。私もいろんなサイトを駆使してちょっと貯めてるわけなんですけど、100、 100円でたまらないんですよね。なかなかですね。それを払うのかっていうと、ちょっと頭が痛いなってなるわけですよ。じゃあどうしようかってなるんですけど、まあ一つの方法はいろいろあるんですけど、そのビットコインをですね、他のコインに交換すればいいってい話なんですよ。まあ実際のところ、送金ってする安いコインって、アルトコインって言われる、まあまだまだ有名じゃないコインを駆使すれば、安くなるわけですよ。結局ビットコインのように有名なところになると、 報酬が高くなってくるんで、まあ、価格が上がってるっていうのもあるんで、ちょっと高くなるわけですよ。で、アルトコインとかいう、あまりマイナーなコイン、有名じゃないところのコインを活用すれば、ま、あ元々価格は安いわけですから、送金手数料も安くなったわけですよ。まあ、かといってそっちの方に乗り換えるとやっぱり勇気はいるわけですよね。有名じゃないわから、換金性が悪いわけですよ。まあ、それでも、今現在多少高くなってるコインがございます。それがですね、ライトコインとティップルでございます。 まあ、リップルは海外送金を得意としているコ,コインでございますんで、もともとそういう送金系に強いコインでございます。よって手数料が安いわけですよ。じゃあ、ライトコインってどうなのかってなると、ライトコインはビットコインと比較すると、箱枚数が多い。で、かつ、送金手数料安い。あとはですね、ラ、送金手数料と、あとはそうですね、スピードが速いっていうのがトリメートルでございます。 まあ、ライトコインはまだまだ価格の方、ビットコインの方もそうなんですけど、価格はまだ高くはないっていう状態になんで、ここ手数料が安いんですよね。リップルに関しては、だいたい1リップル、まあ、えっ、ー、と30円ぐらいで送金できる。で、ライトコインに関しては、まあ、0.002ぐらいだったかな。だいたい、えっと20円ぐらいで送金できるかな。って言われて、まあ、10円とか20円ぐらいで送金できますのでまあ、送金、同じ金額を送金しようと思えば、ライトコインの方がお得。リップルの方が、 えー、ちょっと高くなるとかね。まあ、リップルがだいたい30円ぐらいで遅れる。で、ライトコインが20円ぐらいで遅れる。で、ビットコインに関しては100円ぐらいで遅れるって考えになりますんで、やはりそう考えると、一度ライトコインに交換するっていうのも一つの方法かなとは感じております。まあ、私もいろんなものを所有しておりますんで、まあ、そこら辺あります。まあ、リップルに関しては価格がちょっと落ちてるっていうのはあで、ライトコインに関しては、まあ、まそこら辺は維持はできてる状態ですんで、まあえっ、ー、と、ビットコインを取引所の方で、 ライトコイン、もしくはリープルの方に交換する。それを元に送金すれば、まあ、手数料が安く済むわけですから、まあ、一つの選択肢かなと思っております。まだちょっと試してないんですが、ちょっとやってみようかなと思っておりますので、まあ、これがやってみて、よかったらちょっと報告してみたいと思いますので、よろしければ検討してみてはいかがでしょうか。本日はですね、意外と高いビットコインの送金手数料をに対して、まあ、ライトコインとリープルを交換すれば安くなるんじゃないかっていう話をさせていただきました。ありがとうございました。それではまた。